筒井ひかり、五十嵐いろは。はい。五十嵐いろは、学校はサボってばかり、派手で男癖が悪くて女受けも悪い、三次元の女の嫌なとこばっかり集めたような、俺の最も嫌いなタイプ。その前髪、気持ち悪くない？ゴミすくって塩素入れたら終わりだから。だが俺はそれを恥ずかしいなんて思ってないぞ。むしろお前らのような低層観念のない人間は心底を軽蔑する。ごめんってば。恋とかした方がいいよ。遅くなっちゃった。早く食べよ。てんだからな。それ思い出したんだけど、前髪目に入って気持ち悪くないのかなって。ちょっと待て、やめろ。そんな顔してりゃ何でも思い通りに行くと思うなよ。なんで？もういいです。わかりました。お前、なんで病院で泣いてたんだ？それも見てたんだ。まあ、私、男の子からズッツンが助けてくれた時、ちょっと涙出そうになっちゃった。校舎入ろうとしたら、後ろからヨロヨロ歩いてるズッツン来たから。風、私のせいだね。いや。その風、私がもらう。今日、プール掃除私がやるから。半年後転校するんだ。一緒に帰ろ。だってツッツンのこと何も知らないのに好きかって言ってるの、私嫌だ。こいつなりにちゃんと付き合うつもりなのかな。日曜何？会いたくなって来ちゃった。やっぱり無理かも。私初めてだから、してみればわかるよ。ちょっ、何それ、漫画とかじゃそういうもんなの？何かな話って。病院で会った。そっか、重い病気なんだ。どんな病気か知らないけど。何？いや、いいなと思って、こういう自分を全然隠さないカッコつけの魔法で笑顔、この女の子魔法が使えるんだね。いいな。思えば触ってたじゃん。キスだって何度かしてるし。次はあれ乗ろう、ツッツン。なんで？すごく楽しいよ。知ってたの？これ、私作ったの？すごい。私魔法使いになってる。ありがとう。本当に嬉しい。絶対ずっと。それにしても可愛いな。ツッツンにはこんなに可愛く見えてるの？私。お前といるとすごいことばっか起こる。ツッツン。そう、わかった。どうしたの？悪いじゃわかんない。私何かしたの？いや。じゃあ何？わかった。もういい。手を振り払われる人の気持ち、わかった。この人、私のなの。触らないで。うん。でも、ツッツンの中身知ったら、好きになっちゃうかもしれないから。恥ずかしい。私のとか言っちゃって。私のこと、嫌になったの。
聞いたことないの。遊びがひどいとか、人の彼氏取るとか。ただの誤解でしょ。ありがとう、嬉しい。五十嵐さん、みんながなんでって思うような恋愛だって、自分が幸せだって感じているならそれでいいと思う。あ、ごめん、なんか我慢できなくて。石野さんが幸せならそれでいいと思うから。じゃあまたきっと現れるから大丈夫。大丈夫、なんとかするから。ぶっつん、伊藤君とは帰るなんてずるい。あの人本当に許せない。どうやってあのプライドの高そうな鼻へし折ってやろうかしら。好き。好きなの？かっこいい子になりそうだね。ずっつんみたいなって言ったら怒るだろうけど。ずっつんのそういう心が広いとこ。なんという完璧な三次元女子。こんにちは、ずっつん。うん、楽しんでる。ツッツン見てるのが楽しい。花火、え、もしかしてお祭り嫌いだった？イケメンが好きなら最初からイケメンと付き合ってるよ。あっと、いた。頼む、言ってくれ。俺は空気も読めないし察しも悪いから、はっきり言われないとわからねえ。そんなの言い訳だよ。違う。謝りてえけど、こんなことされたらずっと怒ってた私の方がバカみたいだよ。なんか怒ってたのどうでもよくなっちゃった。おはよう。また極端なことを。